こんにちは、こんばんは、ほびとがです。アサシンズ・クリード・オリジン、プレイ再開していきたいと思います。いやー、ってことで、アサシンズ・クリード・オリジン、今日同じ日にプレイするのが3回目なんだけど、今回はロケーション、前回のラストでね、やってたロケーション巡りをやっていきたいと思います。厳密にはあれですね、シングルをするところを巡っていきたいと思います。で、その前になんだけど、ちょっとストアでね、気になったものがあって、このこのね、入手できるクレジット購入可能な、 装備品にちょっと、こういうね、あの、外見が変わるやつとかあるんだけど、これとかじゃなくて、ここにユニキャメルってだ、なんだろうな。さて、これはいいんだけど、防具ね、盾とかいろいろ。で、気になったら、こいつこれでいけえな、これ。かっけえな。この嵐の剣。攻撃陣、ライフ攻撃、えー、これ攻撃ヒットでライフ回復。これ、かっこいいなと思って、特殊攻撃毒。これが強力なんだろうけど、なんか、これいいなって思って。これかっこいいですよね。 あと、こちら、の、刀。一平の剣。歯医者に名誉ない。この剣がそれを使う者に勇気。自制心。技を磨かんことを。かなりね。こんばんはいらっしゃい。ゆっくりしてってください。そうなんですよ。ちょっとハマっちゃって、ロケーション巡りをしたくて、ちょっと始めました。これ買おうかな。外見すげえかっこいいんだよね。見た感じ。これ買っとこうかな。このアイテも購入。はい。これどちらも買えるんだけど、ちょっとね。お金残しておこう。弓なんかないか見てみようか。ここだね、弓。 弓はでもそんなでもない。高機能あるコブラ。コブラだって。骨の王。うーん、雷撃。遠距離装撃の名手。どういう効果なんだそれ。溜め速度アップは標準装備かな。リカーボー、角。うん、セルケトリーチ。ちょっと気になるものがいくつかあるね。おすすめ、カジキですね。カジキいましたね。間違いなくおすすめ。あれは絶対いいやつ。ちょっと今調整してるんで音がなくなっていますが、すぐ戻ります。 さて、ではやっていこうか。えっ、ー、と、これゲームのどこで手に入るんだろう今購入したのはいいんだけど。<laughs> プレイ。ではこちらだ。続けていこう。雑談メインだよ。今日はロケーション巡るだけだからね。<laughs> さて、でね、あのー、現在の剣も一応レジェンダリーなんだけど、変えられるかなあれ、さっきのやつに。変えられるといいんだけど。 そういえば SSD を変えてから初めてロードがそこそこ長いなって思ったこのゲーム。ただ場所,が場所によるんだよね。やっぱマップがでかいからかな。マップ恐ろしくでかいからな、今作。さて、とりあえず巡るロケーション一番近いのはここかあまあ、右側も近いんだけど。どっちが近いかっていうとね、ちょっと微妙なところ。泳いで行った方が早いか、あそこ。さて、武器はどうなんだもう持ってる状態あ、持ってる、嵐の剣。持ってるじゃん。DPS 何気に上がる。 そうためコンンボ倍率アドレナリリ自動勝勝クリティカルヒットバランス型なんだよね外見かっこいいんだなこの剣すごくイケメンな剣このゲームのゲームに合ってないような感じはするけどこの購入武器のせいで多分あんまりドロップ武器がねあの目立たなくなってしまう <laughs> さて雑談をちょっと 最近そこそこね、あの新型ゲーム機の話題が地た出てるんだけど、こんばんは、雑談しに来ました。おおいらっしゃい。ゆっくりしてって。ちょうどね、あのネタを一つ。最近ね、結構最新ゲーム機、PS5 とか Xbox One の新作、X だっけシリーズ X だっけ確か名前ね。とかの情報出たり出なかったり、いろいろあるんだけど、あれ、思うんだけど、結局今、性能を上げても、あれ、あんまり、 変わんないんだよね、実は。あれ、皆さん的にはどうですなんか期待してるのあります性能的には。雑談というのは筋トレお、筋トレやってる。いいね。私はさすがに、あの、配信中は筋トレしてないかな。アニメ見てる時とかよくやってるんだけど。で、ですね。皆さん、新型ゲーム機どう思いますか私、正直もう PC でいいんじゃねっていう感じの性能になってる気がするんだけど、 あと、大きく変わるのだと、SSD に変わるっていう話だけど、あれもどちらなんだろうね。普通の S、なんか高速 SSD って確か PS5 は書いてあったっけな。高速 SSD って結局あれ ?M.2 のことなのか、普通の SSD のことなのか。ただ高速ですって言ってるだけかなって思ったんだよね。で、速度的にはどうかな。そんな、これ、これ、これ、やばいところか。よし、ここやばい。 あっちから行えー、っとねで他の GPU とかの性能で言いますとあのそんな劇的にグラフィック良くならないんだよねあのいわゆる PS2 から3の時代とか PS1 から2の時代ってこうすごい差が出てくるおお危ねえあいつすげえ差が出てたけどそこまでいかないから良くならないわけでもないんだけど なんならね、最近は PC とかでもそうなんだけど、それほど劇的にグラボが良くなったわけじゃないから。例えばそうですね、最近だテセレーション、テセレーションじゃない、ごめん。あの、あれなんだっけニビディアとかやってる。あの、レイナンとかねでね、まあ、ともかく、あ名、名前どう忘れちゃった。技術が新しくいくつかあるんだけど、 そちらにしろ、どちらにしろ、あまり実は変わっていない。同時発射型これタイプ違うのかため威力型、モーニングスさん連射型、同時発射型、ヨジノタ先ねいやいや今装備しないでこう。あまりそれほどね、変わっていないので、なんなら今問題としては、あの性能が上がってるけど、消費電力と大きさも上がってるみたいなのが挙げられているよね、グラボは。まあ実はそこら辺をなんとかしようとしていて、 イビディアがそこそここ成功しているんだけど最近は EMD さんもかなうん。先生、レースゲーぐらいかなでももうリアルなみに綺麗になったような。なってるね。あの、レースゲーであまりリアルなみに綺麗じゃないところを言うと、車よりも、あの、背景とかにあまり使えない、あの、能力をね。使うと FPS 低下してしまうから、あの、動いてる時がそうかなあの、フォトモードだとそうでもない。ので、 必ずしも悪いわけではないんだけど。レースゲーだとね。スタディアのことを知り合いと話してたけど、大きく変わるのは商業ハード税で PC 税あんまり変わらない気がする。スタディアもね、あれ、初動が悪すぎるのと、俺が一番あれマイナスだと思ったのが、買い切りのゲームがある。買い切りのゲームがあるのに、とちょっと失礼、設定が。買い切りのゲームがいくつかあるのに、あの、やはり、 それでも、あのー、なんだろう月額払ってないと結局プレイできなくなる点はどうしたんだろうな、どっち狂ったのかなってちょっと思ったっ ?Google さんね、それはやらない絶対やらない方が良かったと思うんだけど、うーん形が明らかに悪いえこれ、どこに連れていくつもり降りるよ。 俺の船どこだ俺さっき船あったんだけどここにあるやちょっと待ってこれ俺の船盗んだんじゃないお前。俺船でここらへん来たんだけどこれ俺の船じゃないいやあの船も実は俺のじゃないんだけどさあじカプーヘンウェイトちょっと待ってねえー、っとここなんだけど行きたいの次ここだどうしようなここに高速移動してから行ってもいいんだけど正直船で行った方がいいんだよなこいつ何とかしますできないかな このゲームで民間人を殺すとどうなるのか調べようよし OK よかったおっといい反応だいい反応だ買い切りで取り扱うゲーム次第かなある程度安かったら商業ハード勢は飛びつくとは思ううんーそれでもどうかなやはり PC 勢はそれだと飛びつかなかったりするよねあのマキさん言ったみたいにあんまり変わらない とりあえず使うものもやっぱりオリジナルとかじゃないとで月額払うんだったらまずダメだと思う月額料金いくらだっけ500円とかなら大して気にする人はいないと思ううーんどうかな多分海外税はやらないんじゃないかなやっぱりそういう買い切り系でさらに払うとかは結構抵抗ある人多い気がするよ まあって言っても、あのー、PC 税じゃなくて、あれとかやっぱり文句言ってる人が結構いる、あのー、今週末期で、やっぱり月額払わないとオンラインできないのって結構あるじゃないですか、あれは俺もちょっと、ちょっと嫌かなとは思う、ゲームを、ゲームが無料だったら別にいいんですよ、別で払わないといけないのはね。まあただ、払わないとやっぱりネットのクオリティ保てないからっていうのがあるけど、その点ね、CM が無料だから、そこでやっぱり気になっちゃうよね。 そそもそもビジネ俺、セガ 10TI で動くけど、だからあんまり変わらないとは思う。それなんだよね、狙ってる層があれじゃないあの、本当だったら。狙ってる層が、あのー、多分低スペック税だと思うんだよね。あんまりお金を使いたくない。で、そこで、あの月額プラス、プラス、あのー、製品も払うんだったらやっぱり値段が高いと結局やらなくなってしまう。 狙ってる像が、例えば、牧瀬さんが言ったみたいに、俺、1080持ってるから、1080持ってるから、っていう像は、そもそも、スタディアではなくて、多分、スチームをやるんじゃないかな。っていう風には思うんだけど、あとはスマホとか、ああ、そうだね。スマホとかだったらありだと思う。本当に、低スペックとか、本当は回らないところとかだったら、それなんじゃないかな。スマホでできるのかなあれ、どこ、どういうタイプのスマホまでなら OK なのあれ、 ほら、それだったら確かに需要はあるとは思う。基本 PC 持ってない人だよね。それでも PC 系のゲームがやりたいっていう人だったらありだと思う。あ、本当にただ気になったのが、あの、Google さんにしては珍しく、なんかやり方がおかしいなとは思った。なんかすごいスタートでつまずいた感じ。情報ほら、なんか、あれスタート前に牧瀬さんや他の方ともやっぱりお話をしていたんだけど、 こうなんだろう、やる前からこれ失敗しそうだなっていう感じがすごい伝わってきていたので、うーん、Google にしてほんと珍しいなと私は思った。これもう一つあるじゃん、ここで。<laughs> えーっと、どうしよう。ここにワープしてこうか。ここからでいいか。ここで。仕組みは YouTube と同じらしいから YouTube アプリ動けばいけそう。回線速度はともかく。なるほど、なるほど。まあそうだね、そうだね。回線速度はね。 回線速度はでもまあしょうがないよね高速な回線が必要といっても結構今時だったらいけそうな速度だったっていうのは当時調べてたような気がするんだけど超うろ覚えかなり立ってるの超うろ覚え、うん、調べたらそれほどでもない感じあんまあ日本だったら問題ないぜぐらいだけど海外だとどこがだ,いだめだろう海外の速海外でもそうでもないかな リとりあえず敵がいるところは無視で敵はやめよう敵と戦うのやめよう勝てないからねここの敵圧倒的に強いからねこっちだ途中で船パクっていった方がいいかなわが家回線速度云々以上にこけそうな感じしかしなかったそう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 それなんですよね なので、あれな、グーグルにしては珍しいと思った。本当に本当に。グーグルのやることって、あ、だいたいこれいけそうだなって思ったのがある。グーグルで他にこけたのだと、今,今ね、あの、ラクダに落とされたっていうのは無視して、こけせたっていうのだと、あのちょっと早すぎたと思ったのが、あの、あれグーグルだったね。グーグルウォッチだよね。あれはね、ちょっと早いなって思った。<laughs> 当時、ミームでネタ出まくってたの覚えてた。<laughs> あれ、なんかつけようとしたら <laughs>。 つけようとしたら、つけようとしたらなんだっけな。あ、アイウォッチか。あっちはアイアップルの方か。あれとほら、メガネがあったじゃない。Google とは iPhone とかでだと。あれが、んなんだなんだ選手レベルはこれ、これ、唇の正体特定せよ。いや,いや、これこれは無視で。あれはね、あの早いどっちも早かったかなって思った。メガネのやつ、そうだ。メガネのやつがネタにされてたんだった。 あのメガネつけたらエラー、エラーとかブルースクリーンが出まくるとかそういうネタだった <laughs> 思い出した <laughs> ちょっと遠いなメガネ一応仕事の現場で使われてるとは聞いたらしいですねらしいですねあれちょ,ちょうどやってた時当時私海外にいたんだったかメガネの方どっちだったかななんかね あの俺、いなかったら友人から聞いたんだけど、確か大学、私がいた近くの大学で、研究用で使われてたりはした、なんかいろいろと新しい仕組みとかね、その行ってた大学の研究がなかなか面白くて、あのー、XBOX あるじゃないですか、XBOX に、あのキネクトキネクトでいいんだっけ、名称、あれを使ったやっぱり、いろいろと実験をやってた、当時、出た当時は、やってる人がいて、なかなか面白かった。 日本でも結構やってる人とかいたのかなーって当時思ってた覚えがあるキネクトに関しては私その当時いて見学とかしに行ってたんだけどつかめるかあよかったつかめるこうじゃなかったらどうやっていくのかと思ったこの状態でシンクロ的にの敵近くにいるけどあいける あ、ワニか。ワニ多分殺せねえだろ。ハードレザー欲しいからワニ、後でね。あとワニを抜っ殺さないといけないんだけど。いたワニ。あ、無理だ、これ <laughs>。全然ダメージ入らないパターンだ。一応一発撃ってみるけど。あ、ダメだ、全然入らねえ。ダメだ、これ。さて、次はここか。ここ行くにしても、こっちに高速移動行ったんしょ インズマニスバイジャーコーディテキノズメスオーバーパワーアビリティアトシして、キュータデュアルソードヒントうん立ててボ戻ってきたのかもうさてちょっと脱線しましたがでまあ現在のそのねコンシューマーキーあらよお隣にいるですよね生まれますよねチチ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 

えーっと雑談どころじゃなかったんだけど今ねえー、っと今週末はあれ一番変わりそうなこととかで言うとあっおかばだ変わりそうなことで言うと敵の表示できる数が増えたりとかまあ当然細かいところグラフィック上昇はできるんだけどあここら辺は一応倒せるんだ 倒せそうな感じ,じあでもやめた方がいいな、これ。やめた方がいいな。今やめよう。矢が切れた矢があったら、矢があったら倒したんだけど。なので、まああのー、現状の危機でやれることとあまり変わらない気がするんだよね。あと、思ってたのが、ファイナルファンタジーって何パートにも分けるじゃない。あれ、最終的に PS5 で全部まとめたので、そうだよなとはちょっと思った。 ファイナルファンタジー相変わらず次のコンシューマーギーが出る辺りでなんか1つ発売するしとってるから今日次の開発ねやっぱり両方で出すぜぐらいはやりそうはぐれた動物えこれちょっかい出したら即死かする感じじゃないわ多分俺ちょっかい出せばいいやるけどやってもいいけど

別ネタ別ネタえー、っと次の次の次のシーズンのアニメが放送されるアニメがいくつか公開されていますが皆さんなんか気になってるアニメあります私やっぱりあのデジモンがリメイクで出るのであれが気になってはいるんだけどあれどういう風に変えるんだろうなーっていうのが気になりますね皆さんどうだろう あれだっけゲキゲの鬼太郎が終わるんだっけな確か次のシーズン見た感じは転生ものが少ないあリゼロの2期があるんだっけリゼロまだ見てないんだよねあれ見ないと気になってはいるんだけど結局伸ばし伸ばして見てないんだよね <laughs> これ普通に降りていいのか ててて、か、こういういいロケーション巡りしてるだだけで2レベルくらい上がったなさてお次の場所だどこだここだあやばい高すぎるだよねおう <laughs> 隠れた動物、まだそこに上がるこいつは怖えなそういえば全く話は変わるんだけどなんか中国で鳥インフルエンザも流行ってるんだってねすげえことになってるなここは警備が厳あおま、マジ襲われた大丈夫だろまあ大丈夫だろ鳥インフルエンザもダ,ダブルパンチじゃんね こいつはひで大丈夫なのかな向こうお通ったついたついたよっとよっとシンクロだ コロナプラス取り終わったな。そうそうそう。で、一人も感染するみたいだからね。どこまで強力なのかが問題にもなりますが。そして、ジャパンは対応,が対応が相変わらずちょっと遅れていたからな。気にいらねえ。気に入らねえな。まあ、今、対応しているみたいなんて別にいいんだけど。えっと。 当たらねえ当たらねえだわ今運転を負けられないそんなこっちえわざわざそっちからたたコロナウイルス自己申告ですそうそうそうそんな感じになってるじゃない笑うよねおっと ここのは倒せるのかあやべ何この地獄ヘビもいるワニもいるちょっとした地獄じゃないこれお前なんで狩りしてんだ狩りされていてちょっと火事場泥棒してる感じあるね私とてもコブラあやばい生きてる オッケー非常にコブラの敵がいた何だあれここワニ倒せるんだっていうかワニちょっと倒せるかなあいつカリでもしてるってことあすごいワニに襲われてる非常に役に立つこいつあカバーもだやったぜハードルザハは,はー さあビティなんか強化できる <laughs> 超超超あれだ <laughs> よろしくない <laughs> よろしくないことやってるね俺ザカジバドロボ強化胸当て強化これ次強化なに？ハードレザーが必要なだけだ <laughs> い,い,いい場所見つけたまさか毒毒よごめんよ オッケーカバーを襲ってくるからなヒッポさんのワニはいけるけどヒッポはちょっと辛いものがあるねおっとお、ま、前馬どこてかヒッポに乗るの無理よし辛かるかえ目的地どこだっけ <laughs> ?Run for your life 実績が解除されたぞやったねあーこれそういえばあのスチーム経由じゃなくて一回 U プレイを経由しているからあれ実績が表示されても映るんだね素晴らしいちょっと HP 強化できたやったぜ<う>いや矢がつきたそんな 行くかよっしゃそうか、こういう手もあるのか。この手があったか。考えていなかった。え、いないいたような。ヒッポがやられているのなんだあれ何と何を喧嘩してるんだよくわかんないんだけど。クロコダイル クロコダイル勝てないだろうな何これ楽しいちょっと見てるかお <laughs> 兵士ビビってる兵士ビビってるああなんだこれこの状況はあヒップヒップに乗られるぞあの兵士後ろで暴走したヒップ来きてるぞ兵士やられてる兵士戦ってる兵士強いのか兵士いける兵士ちょちょな何この地獄絵図えな何,何このシチュエーションえなんなのこれ もうちょっとレベル高かったらね参加するんだけどな何これあワニ死んだかこれとりあえず火事場泥棒をするだけでだ俺はいやなんか俺が襲われてるみたいな音楽になり始めたけど俺関係ないからねこの状況俺襲おうとしてるけどあの兵士俺関係ないからね 兵士強いなよし、カジバドル成功<ー>よし、よし、やったぜ。な何これクラフトできるようになった。HP アップね。<laughs> オッケー 素晴らしい。胸当て、うん。またハードレザーか。オッケー全然大丈夫。いや、行くけどさ。メインクエスト使用させると解除される。これは何だ道具アビリティを使えるようになると。特殊なアイされるオッケーオンラインゲームでたまにあるやつだ。そう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 ,そう。それな。<し>まさか本当にああいう場面に遭遇できるとは思わなかった。 ついでだから火事場泥棒したけどここを襲うならやっぱりワニかなちょっとねカバーは今の弓だとダメージ的に倒しにくいでやっぱり近づくと難易度下げたらいけるかもしれないけど現状難易度はちょっと難しいかな普通に戦闘するのはね ただ今作に関しては難易度最大にしとくやっぱりちょっとプレイが変わ,っ変わるから俺はこの状態でいいかなと思う面白い個人的にはこの難易度最大にした状態がやっぱ面白いのでこの状態でいいかなあこの登るのちょっと特殊なのかあここら辺はいけるいけそうな感じがあるけどいけるいけるいけたいけたよしでこっちかなよし登れた さて次のロケーションはあれ全部行った宝を開始する系はいらないなここが本当は目的地なんだよねレイクマリオティスカノポスの目カノポスの目何の目ってアレクシャンドリアここをちょっと強いんだよ敵こ,こういうこういう生き方だよね本当はこう 左か、レイク・マリオティス・アレクシャンドリア・カノポス・の目サプメア・の目こちらに行くっていうのが一番レベル的にいいんだよね。多分ね、多分。さて、目的地の方へーだ <laughs> 行こうな。<laughs> 楽だ。<laughs> はいえ。 これ本当にうた歌ってるのか <noise> おはいやはははやちょっと歌っておりますね <noise> オデッセイだともっと白ラ的な要素が強化されているっていう話だったけどあちらの方はどうなっているんだろうねこちらだと防具が あの強化をするだけになっているけどあちだと防具は装備品になっているのかな別であるのかもしれないねこれ危ない葉っぱか火つけてもいいのかカノポスシュー飲めがシューってことカノポス飲めだもんねシューっていう意味なのかなじゃあ多分。 楽だかも目的ェここは先ほどの場所より敵が弱いはずだけど調べるとなこれ自動で向かってくれるんだその間素晴らしいあー動物はいないな向こう側はいるけど向こうが違うしな向こう側的協力なんだよねああいる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 はでもそこそこいる あ向こうの方だな目的地素晴らしい鷹で移動中も主人公は移動してくれるんだよくできてるねこうまあ当然マーカーをつけて自動で移動を選択してるとだけど本当にでもロケーションがいいね最近プレイしたゲームと場所が全然違うから見てて楽しい 直にのアクティビティプトレマイオス王の像を破壊するこれを破壊しに行くと兵士が大量に寄ってくるので本当に後にしておこうここだと少しばかり危ないあいえヘルーそういえば RPG 的っていうと今作はレベルを上げるとこちらのライフの最大値もそうだけど 特にこちらの攻撃力が変わるっていうのが大きいよね。上げておかないと本当にきついそもそも敵がこ,れこいつ倒せませんよみたいな感じでドクロマーク出るしね。多分倒せないということはないんだろうけど、非常に時間がかかるのは一発でこちらがアウトになるという感じかな。シンクロ完了。やったぜ。 セの感知範囲アップこのセルの感知範囲がアップしてるのがかなり効いてるんだけど、そういえば。これすぐわかるのすごくいい。本当にいい、これ。前はすぐ近くでも気づかないときあったけど、感知範囲ね。これワニだろう、多分ん。ワニだ、やっぱり。倒せるか 猫いるんだけど逃げようとしておう嘘逃げるのあいつらワニ逃げるんけああカバに襲われてるカバに襲われてるヒッポに襲われてるめっちゃ襲われてるあ結構ヒッポにもダメージ与えられるようになってる倒せない気がするけどそれでも おっと。やっぱダメージがあんまり入らないや。後ろ取れれば。ワンチャン。おお、そう。 キルストリーク発動させないと、これはきついぞ。行けたか。いった。ふう、危ねえ。危ねえ、危ねえ。楽じゃないぜ、かばがり。さて、最大 hp をさらにアップ、めちゃくちゃ上がってるんだけど。 最大1ピすげえ上がってる。これ外見変わってるのか主人公の。あ普通のレザーとまだハードレザーだ。かなり強化ができる。ただこれ、レベルすごくできるんでね。10段階以上横に段階のこうメモリがあるんだけど、まだ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 ,まだ強化できる。<laughs> さあ、そういえばアビリティは2点溜まってるね。カリウドの弓を直して食める縦による防御を崩せる。これ取っておこう。縦崩せるのいいでしょう。カリウドの弓を完全にチャージして打つと、矢が縦を貫く。おお。 エリトレンジャー空中で弓をあこれもいいんだよなどうしようなこちらのねスーパーパーパッシブオーバーパーによるダメージが倍増するこれとか取りたいんですよ <laughs> ちょっと困ってるんだけどうん素晴らしいこれにまだヒッポいる いるね、あそこ。ハードレザーが一枚一枚。ヒップじゃないな。木とかが移動してるのも見えるんでね、輸送中。敵ここら辺の敵に関しては、まだちょっと強いので、できれば戦いたくはないので。無視でいいかな。じゃあ、ここでいいとして。これはなんだメインクエスト これなんだメインクエストかなならずモのレベル12、こちらで先に。カモンヒッポ。あ、ごめん、ヒッポじゃないわ、呼んだの。呼ぶのはヒッポじゃねえわ。うん、すげえ。まあ、残ってる。うん、どこぞの主人公みたいにハイ入りはしないんだね、そういえば。当然といえば当然ではあるんだけど。 主人公は基本的にこう普通の道を通ろうとするよねあのショートカットできる場所でもショートカット一切しないこれできるだけぶつからないように運転もしてくれるのいいよね NPC あれかなあのできるだけぶつからないようにしてくれるあこれ素通り真ん中通るとまずい感じかな あのー、ぶつかったりとかするとやっぱり喧嘩を売っちゃうのかな兵士たちにありそうではあるよねここお店あったりしないお店あるじゃんねちょっと見てくるかな細工青の細工これ後でこちらにまあいいや今はいいや あのの青いの何なんだちょっと気になるあ、はいいやお店近いからちょっと寄ってみよう,どうこんにちは購入うーんボンクラッシャーこんなものか古い盾て 現在使ってる盾の売却キものでもいいよね。不要のアイテムの売却、うん、結構いらないものあるんだよね。レアド、紫が高いレアドってことだよね。とりあえず、青は全部売るか青なんていらない青いアイテムいらない。 レジェンダリーアイテムを売るっていう選択肢自体出てないね、そういえば。アップグレード。現在使ってるアッシュの釣りはそんなに変わんねえな。えー、っと、弓、例のクレセントムーンを強化はいいね。クレセントムーン、こんなもんか、ケースを。クレセントムーン、ため購入、コンパイ率炎上効果がある。炎上効果でかいよなぁ。炎上効果でかい。 こいつを一旦強化。金がかかるの痛いけど。まあいいでしょう。今使ってるのこれだろう。う他のを上げてもいいんだけど、そんなにライフは上がらないし。今この方でいいや。そぶこれに一旦変えてしまって。結構差があるな。補充いくら いいっていいっていいかメールさて目的の場所へ進めよ次はレベル15になったあたりでまたチェンジかな武器ねチェンジというか強化 おそらくゲーム内で入手できるレジェンダリー武器でパッシブが強い武器が他にもあるとは思うんだけど音ト引き殺してしまったダウンロードコンテンツの武器が最強っていうのはあるのかな今作そういうのはあんまり実は好きじゃないんだけどある程度強いのは別にいいんですよただあくまで序盤を助けてくれる装備ぐらいの立ち位置でいいと思うんだ ん登れないか高すぎるあいけるいけるおっとこうしてこうだシグラ 高速移動が可能になったうんさてお次はどこだアレクシャンドリアかアレクシャンドリアがも目的の場所だったんだったかとりあえずはこちらにワープしてここを1回目指すかここが現在のレベル私のレベルと合うところそれ以外にも下の方に戻って攻略してないものをいろいろと攻略したくはなるねメインミッションが絶対進まないゲームこれ エミッションが全然すまないゲームだよ見えているぞでキャメールを呼んで普通のレーザーそこそこあるな トラ,トラは序盤からいるけど使わないんだよね。なんか別の装備入手できる。そういうことかな。<laughs> えっと、ここでしょあ、海渡らないといけないから逆走してるじゃあいいや。渡る渡る。海泳いで渡る。 船かっぱらうなりなんなりするさあーあるじゃんでも船船じゃなかったわ船っぽい何かがあるかと思ったら船あるじゃんでもやっぱりやっぱりあるわ船人んちの船この当時の船ってどういうふうになってたんだろう、うん、こういうふうになったのかな本当に気になるよね調べればこういうの出てくるのかな資料 おー、いるのか、カバーこんなとこない、俺の船が、はい、よしちょっと待って、うん、ヒッポヒッポこっち来い 川川川川ハードルザーハードルザーハードルザーよしオッケーハードレザー1なんだ入手できるのあれかおそらくだけれどおそらくだけどあの敵のレベルによって入手できる川の量が違うそれともたまになのかな飛んでる時に調べるとねあの多く入手できるっていう場合があるんだけど これ出したいな確か。おっとカバーがもう一体いるいたいたカバー。カバーじゃない、ワニだ。レベル高えな、思ったより。あ遠すぎる。 よし経験値経験値降りよう,ふうこれ降りなくても上通ったら多分取れると思うんだけどよっしゃ、うん、借りをすれば川が手に入るお金にもなる 素晴らしい巨大な船があるねトリゲームさてこう通ってるんだけどなに何これカバノスカバノス動物を倒すカバノスカバの生息地域とかじゃなくてカバノス こっち行く。よいしょ。宝を回収する。宝はとりあえずはいいや。ここに登るのがメイン。はこういうところ。 こういう高いところに登れるのはやっぱり朝りだよなそういうところでしか朝りを確認できないあピラミッドだピラミッド近いぞピラミッド行きてピラミッド行きたいなピラミッドあっちか今向いてる方角ってことはここかここら辺はピラミッドこっちの地域かなギザあギザだギザがあるギザのピラミッドか このファーの巨大ネクロポリスがこの砂漠の攻撃を主張している。おー、すげえ。これ、行く予定あります。行く予定はあります。予定はある。予定は。さすここ。俺の船まずそこにあるね。うん、これ危ない船に当たらない。船に当たらない。当たらなかったよ、また。船に当たったら死ぬかなーってちょっと思ったんだけど。うん、ピラミッド。 向こうだ行くぞー船早いよなちゃんとなんだろうプレイヤーにストレスを与えないように早めに設定されてるのいい感じエンジンでもついてるんじゃねえかこれってぐらい早いよねよく考えると我がともメレヘトのスムチだ 神殿にいるだろう。いつも通り。いや、のセグメイト神殿。素晴らしい。いや、セグメイト神殿、進化のメメントとは。オッケー。だが、それは今ではない。<noise> oh you are there。<noise> なんて言った、あいつ、なんかそういう風に聞こえたんだけど。これ、バステト。 パステッドだっけあの顔が猫の猫の神様俺エジプトの知識なんて遊戯王で得た知識しかないから全部間違ってると思うんだなんかあれでしょ昔はねあの罪人の魂を石版に封印して カーードゲームみたたいに対戦ししててんででょ知ってるよってアニメのアニメだとねなんかデュエルディスクっぽいものを使っちゃうけど <laughs> 設定微妙に違って <laughs> さてお次はここかまた船パクんねえと辛いなあそこ行くの俺の船どこらへんだっけそう遊戯王がリマスター版 ネットフリで公開されてて最近ちょっと見てたんだけど本当に懐かしいあれ何年前だよあの作品初代で初代遊戯王かなり昔な気がする <laughs> 次のそういえばシーズンで遊戯王の新作が出るんだけどアニメね小学生になってる主人公たち 元、なんだっけ高校生だよね確か遊戯たちは。中学だっけあれ。高校だよね。だんだん若くなってるけど大丈夫そのうち幼稚園児がバイクに乗ったりとかしないよね。カー,カードゲーム、モーターサイクルって、ね、いうネタがあるんだけど。動画で探せば出てくるけど。雪渋滞がね。雪渋滞じゃないごめん。あれか、5D の進行は郵政か。 おっ,とおっと友達オンラインだったのマーク上に出ているねファークライファイブをプレイしているようだなるほど素晴らしいドゥエルマスターズは小学生だけ確かそう確かそうあれは俺見てないんだけど確かそうだと思う外見外見からだとそ,んそうじゃないかなっていう気がするんだけど そういえば、デュエルマスターズも最近アプリ版が出たんだけど、あまり好評じゃないらしいね。あれは何がダメなんだろう遊戯王とかに比べると。アプリ版の方の、という意味ですね。私が言ってるのは。なんかあったんかなえっ、ー、と、ここは一旦船取って、こちらの地域に行くか。あ、でもここ街になってるな。行くなら最初にここかここ森っていうか、何かの上っぽい感じ いやーロケーション巡りで経験値が大量になったまっていく素晴らしいこれメインじゃないサブクエストとかってどのぐらいあるんだろうごめんごめんよごめんよごめんよごめん,よごめんわざとじゃないんだよごめんよ違うんだって て兵隊さんわざとじゃないんだってコロコロゲはもう知らな,ないなデンジャラス爺さんが相変わらず狂ってるぐらいしかそう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 デンジャラス爺さんはたまに話題出るよね <laughs> デンジャラス爺さんな前見てたな 俺コミックボンボンが好きだったんだけどすぐお亡くなりになったんだよね早い段階でお亡くなりになった悲しい非常に私は悲しいコミックボンボン皆さん知ってますあれだよあれとかあったんだよあのロックマン X とかロックマン X とかあとは何だろうロックマン X があったとしか言えないな他にも色々あったなでもあれロックマン系はほとんどあっちだった アリがひ先生のロックマンメガミックスシリーズとかあれすごく良かったロックマンメガミックスはねあの海外で実はちょっとした人気があったりした知ってる人が結構いたりした海外のひょ方が評価されてるのかなとはちょっと思ったりちょっとこれ船でいかないと無理じゃんね 小学生のともイブカだった方ですな。そう,そう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 。それそれそれ。デビル・チルドレンが良かったけど、速攻で終わって悲しい。デビル・チルドレン、あれね、グロかったよね。あれ、どっからどう見ても、あの、小学生向けじゃなかったよね。それで言うと、あれも俺好きだった。コミックボンボン。知名度低いとは思うんだけど、コミックボンボンでやはり公開されていた。 えーっとね、大泥棒ジンっていう作品があって、キングオブバンディとジンとして、Z マガジンっていう別のマガジンに移ったんだけど、あの Z マガジン自体がすぐ滅んだ。<laughs> すぐなくなった。悲しい。とても悲しい。で、そういうことがあって、あれは面白かったな。あ、ヒッポの方だ。俺てっきりカバーじゃなくて、あれがいるのかと思った。ワニワニの方だと思った。よし、行きたい。 痛いヒッポやばい行けたか行ったかよしここゆっくりと旋回して毛皮回収だーごめん毛皮じゃなかったけど回収だ回収レザー3やったぜ普通の皮が足りなくなってたんだっけ 他にいなかったっけこの近くいたような。あ、いるけど、ちょっと離れた位置だな。ちょっと離れた位置だし、他のやつらいるから、一音つけられそうだな。行くか、でも。除海しに行こうか。大泥棒、神は神。あれこそ芸術作品。そう、本当にあれはいいよね。俺、あの、原作まだ持ってるんだけど、実家の方に。 あれは本当に今中古で安く買えるから読んだことない人はぜひ読んでほしい。あれも面白かった。あのあ,あいうタイプってね、アメコミだから俺ハマったのかもしれないともうちょっと思うんだけど、ああいう1話完結型っていうか、あれだと1巻で完結型が多,いか,多かったけど、そういうお話好きなんですよ。で、あれ、毎回出てくるヒロイン変わるんだけど、その1話で。で、まあ、ヒロインが毎回可愛かったけど、それはともかく。 あの、一話完結型みたいなの結構好きなんですよね、私。あ、攻撃できないや。矢がねえから。矢がねえから攻撃できねえや。作成できる作成できない。<laughs> 困ったな。まさかの、まさかの作成できない。帰るか。作成じゃない、あの、戦えない水中だと確か、剣振れたりしないよね一人にこう、できる剣振るの。 できるじゃん主人公全然余裕じゃん主人公やったぜ一話完結が気が向いた時に読めるので楽ほんとほんとそういう感じ長いのも別に好きだけどあれああいうタイプ結構好きなんですよほんとにワニニ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 ワニ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  死ね痛い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 ,たい,たいたあれ思ったよりも強いぞこいつキルストリークくらいこれもう明らかにあれ出てねあの弓矢使って勝ってねっていう感じだね普通に戦うんじゃねえクソがっていうことだよねこれどっからどう見てもね 明らかに普通に戦うようにできていないねあそこにヒッポがいるけどちょっと戦闘を仕掛けようとは思えないな船まで戻ろう一瞬も終わって最近の少年漫画はグルいので時代を先取りしてる気がするほんとほんとでもそうなんじゃないかなで私おすすめは本当にロッにマ万メガミックスが非常におすすめなのでぜひ皆さん読んでみてください今だったら復刻版が売られているのでギガミックスも分厚くていい感じ 3冊ぐらいだったな、メガミックス、ギガミックスで3冊ぐらいそのぐらいだったようなさて、改めて気を取り直し、こちら今日、ウォーキングゾンビーズをフレンドの方がプレイしてたみたいで無料でここまで遊べるのすごいというふうに書かれてたあー、あれ面白そうでしたねあれ、来週あたりプレイしましょうかね週末にでもね やりたいですなああちらと単発配信だとね他に予定入ってるんだと何があったかなちょっと名前を名前を控えていない作品がいくつかあるんだけど音だっとっと あとは来週発売のインディーズが結構あるんだけど、うーん、今のところ購入予定はないかな。もしかしたらほら、レビューで送られてくるかもしれないけど、その場合はやりますが、今のところ購入予定はとりあえずはないあれがありますからね、あの、2月20日ちょ,ちょっとに。あ、もしかしたら購入するとかだと、あれかな、私のお仕事、リアルの方のね、お仕事の方が、もしかしたら少なくなるかもしれないが、そういうのが続いてたらちょっとやるかもだけど、 うーんえっ何か今何に生まれたんだああいるのかシンクロできるのこの状態であとこれオベリスクじゃんシンクロできたんだこれ ああ、ダメだこれわらちっちゃすぎたわいけると思ったのに飛び降り飛び降りて死んだアブスター護衛でプレイするメリオティスコさてお次はうんここの中央辺りにでも行こうかねこの分だと。 目的地から遠ざかってる気がするな。あ、ここ目的地か。ここ目的地か。いいところに来たな。さて、いい加減ちょっと別のところから攻めるかな。うーん。どうしような。結構ここら辺の地域を解除したんだけどこう、広くないこのゲーム。思ってるも恐ろしく広いんだけど、ロケーションに飛んでるし、いろいろとこういう行くポイントもあるの本当にいいと思う。なんでファイナルファンタジー15はこういうことをやらなかったんだ いまだによくわからないんだけど、俺は。さて、ここ通れるよな、多分写真撮ったうん、写真撮ったね、誰か。とりあえず、ここ。<noise> ファイナルファンタジー15っていうか、あの、今時の、この、オープンワールドゲーで、お、なんで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 うまくせられないのいけるだろ、お前。 こういうロケーションに何もないスカスカな巨大なマップを作っても意味ないの分かってるのにねなんでそれをやったんだろうかって俺はずっと思うんだよな、ね、やっぱりあれかなやっぱり予算の問題だったんだろうかねそうだとしか思えないんだけど 例えば、あの最近プレイしたレッドデ e a リデンプション2とかもそうだけど、これ何をやっててもどこへ行っても何かしらやることがある。マップが綺麗なだけではなくてね、本当にやることがあるから、それがすごく良かったわけだし、何もない、ただマップを巨大にしましたとかだと、そりゃあね、ちょっとえるよね。 最終盤も終盤でやることがなくなるぜっていうのだったらまあしょうがないわけだけどそういうのじゃないもんねそれ以前の問題だから非常によろしくない戦闘とかその他もろもろでいろいろと問題があるけどねそれ以前にあれはそれ以前の問題があるけれどおっとで アレクシャンドレのここは違うんだ。別、別枠なんだ。ていうか、出たところ違うぞ。<動>こっち。あれ通れるのここ。通れるのちょっと任せてるけど、移動。任せっぱいにしてるけど。えー、っと、アークサバイバルエイボルベットのレビュー。いまだに公式サーバーが魔境らしくて、妨害ものすごいらしいので面白そう。あー、見ましたね。あれ、オンラインは全然やれないぜっていう話はやっぱりよく聞く。 全然ダメだぜみたいなのは友人が言ってたかなオンラインはあれとてもじゃねえがやれたもんじゃねえみたいなのはねやっぱり聞きますなどこまでがダメなんだろうかどう,いうどういうふうにねそこら辺ダメなのかも気になるけどもう救いニがまとめに FA を作る気がしないですよねやっぱりそこら辺怖いでもあの 見ていると、見ていると、とりあえず、今発売される、ファイナルファンタジー7のリメイクは、面白そうかなとは、俺は思うんだけど、面白そうではあるけど、実際に面白いかどうかは、ようわからん、正直。面白そうではあったかな、個人的には。あ、これ、任せてるけど、主人公、どこから行こうとしてるこれ。いや、構わんけどね。んとんでもないところ通ってる気がする。 公式サーバーはまあ今日です。PVP だとログアウトしている間に死亡し、PVE だと建設妨害の柱があちこちに建てられているという,という様子。ただ、火の置き場もないです。らしくて面白そう。<laughs> ひでえな。ガチでひでえやつじゃねえか。え、これ主人公マジでどこから行こうとしてるここからくるっと回るような感じの道に行こうとしてるちょ、ちょっと砂漠通ろうよ。 これやべえぞ、あんまり任せてられねえぞ、自動運転に。さすがにとんでもないところ通り過ぎようとしてる。半端じゃねえ。半端じゃねえところ通ろうとしてる。危険だこれ。ここからさすがにっ、てか高いところだねえ、あそこ。超山の上。リメイクは薄い動画には期待かな。 公式は <laughs> 薄い漫画薄い漫画界公式はそうだねあれ戦闘はでも見た感じは面白そうだったあれっぽくすれば俺はいいと思うただねあのー、内容が薄そうだとは思ったどのぐらいのボリュームになるのかわからないけどボリュームが少なそうかなっていう感じはしたかなあれがびっくりしたあのー、見てて今今なんか延期した時に 延期した影響で、あの、ミッドガールのところラストまでっていう風なことが書かれていて、え、そこまでしかやらないのって今驚いてる人が結構いたけど、それが俺は前から気になっていた。もともと。そこ結構すぐだよね。ゲーム開始で5時間ぐらいでつけるんじゃなかったっけなあって思ったんですよ。あ、もともとなんかレベ上げとかしてたこれ正確な時間ちょっとわからないんだけど。 FF15 の戦闘は良かったですかすごく悪かったねでこのそこら辺を踏まえて今作の方だとガードと回避がまた別になっているんですよ FF15 の何が悪かったってあのガードっていうかガード兼回避があるじゃないですかあれはボタン押しっぱなしで発動するんだけどあれ魔力が魔力消費するのね使うとき、ね、魔力ないと回避しないんだけど魔力残っていても一部発動しないっていうのがあってで自動なのね回避ボタン押してるとそれが俺は気に入らなかったキングダムハーツみたいに自分で回避自分でガード自分でジャストカウンターが一番いいアクション性入れろっていう話だね で、あれはファイナルファンタジーのナンバリングタイトルだからなのか、そこら辺ちょっと自動にしようぜみたいな風なことを考えたんだろうけど、たまに当たるんで、あれが、それがすごくイラついた、やってて。考えて、ちゃんとこの角度だったら発動するよなっていうのを考えてやらなきゃいけないんだけど、んなんだろうな、癖で回避とかってやるのってあるじゃない、やっぱりアクション入ってると。それができないいや、できるけど、発動するかどうか分かんねえっていうのが、うん、運が絡むっていうのが気に入らねえ。 そういうゲームじゃねえだろっていう話なのでうん,うーんあれを抜かしてやっぱりあのキングダムハーツみたいな調整で良かったんじゃないかなと思った、うん、それこそイージーモードをストーリー気になる人には入れてあげてキングダムハーツみたいねあの最高難易度結構バンバン死ぬんだけどあれ <laughs> 新作がどうなってるか分からないけどね なのでそれで良かったかなあと、ファイナルファンタジー15に関しては、あのポーションガブのみでなんとかなるっていうのもダメだった。何あの、なんか、戦闘のバランス考えるのめんどくさかったから、ポーションで何とかしました、みたいな。あ、よくねえだろ。おかげであの攻略する隠しダンジョンがすげえ面白くなかったし。ちょっと待って、ここだよね。え、どこただ、ここか。 あれ、そこら辺は本当に非常にひどかったと思う、俺は。好きな人には悪いけど。で、ダンジョンで、そのポーション使っちゃダメっていうダンジョンがあるけど、うーんっていう感じ。元々バランスがポーションがブのみ前提だから。それもあって、やはり、あのー、ちょっとね、あの、Steam で発売された、パーフェクトエディション <laughs> じゃないけど、あの、別バージョンもちょっとプレイしたいと思うんだけど、あれ、ちょっと勇気がいるんだよね。レビュー上げめんどくせえし。あの作品。 先に戦闘が、あ、やばい、ちょっと高すぎる。戦闘が楽しくないから、レベ上げがめんどくさいっていうのになるんだよ、やっぱり。うん、そこら辺は本当に大事だと思う、あのタイプのゲーム。えーっと、で、次はこちらでしょここ入れて、こうき出て、こちらまで。行こう。そこら辺をどういうふうに、ファイナルファンタジー7のリメイクで改善されているのか、改善されてないのか。 そこがやっぱり気になる私はそこら辺をうまくやっていれば普通に戦闘面やアクション面で楽しいゲームになっているのではないかなというのは思うあとはボリュームですなボリューム普通にどうするかだよねだから新しくいろいろとコンテンツを追加しましたっていうふうなことは言っているけど本当に大量にボリュームアップするようなものを追加しないとメインのシナリオ的にはすぐ終わるぜあれ本当だったらね ただ、その追加したものも、あのマップのせいでちょっと俺は怖かったりするんですよ。先ほど言ったように、マップスカスカっていうのを作ってたじゃないですか。あれは多分マップに入れると面白いものがなんだか分かっていない。可能性が非常に高い。ので、ただ単に、なんか、ん、水増しするためのサイドクエストを入れまくる。 例えば、Fifteen にあったモンスターを帰りに行くのもかなりめんどくさかったんです。特定の時間帯にしか出現しない敵がいるんだけど、時間を遅らせるためのアイテムを使いにくかったり、特定の場所でしか時間を遅らせなかったりとかっていうのがあって、そんなの入れるの、ね、や、そんなめんどくさいのやってて面白いと思うそんなねあああの、どこどこ行くのに、どこどこ行え。 どこどこ行って敵を倒すのに行った後さらに時間を潰さないといけないでも時間を潰すにはまた別のところ行かないといけないめんどくさいだけじゃんそのそこら辺は考えてし作らないとだと思うんだなんでわざわざそんなめんどくさい仕様にしたのってはなる例えばあの最近プレイしたのだとレッドデッドリデンプションももちろんそうなんだけどあのそれこそ メタルギアソリッド5もそうだよねあんまり必要ないのにちゃんと時間,をら時間っていう概念があるから時間を遅らせるためのアイテムが簡単に使用できるようになっているやっぱりそこら辺はこれやらないと面倒だよねっていうのをもうすぐ分かる本当は本当だったらすぐ分かるようなことなんだけどそれを多分理解していないそこがやっぱりすごいなと俺は思う 普通はそれね分かるはずだからテストプレイをしたのだったらそこを考えていないのかなぐらいはちょっと思ったおっとこれ通り過ぎ過ぎようとしていたねえー、とりあえずここだここで降りてと降りて普通に進むどこ

おいしょっとそうよ、ファイナルファンタジー15って海外だと結構あの好評みたいなんだけど、あれは何が好評だったのあの作品に関しては。それともあれかい好評だったっていうか、Steam のレビューがいいだけ見るとほとんどファンボーイの人が高評価のレビューを入れてるようにしか俺はちょっと見えなかったんだけど、ファンボーイっていわゆる信者とかですね。そういう方が入れてるように俺は見えたりした、実は。 だからベタ褒めしてるけど、これ、あんま良くないところだよねっていうところを褒めてるのが、やっぱり結構、人がいたんだけど、どうなんだろう、そこら辺は。日本をあれ煽られてたよね、なんか、海外ではよかったけど、日本はどうだみたいなことを言われてたような気がするけど、日本はどうだじゃねえよな、うん。 キングダムハーツはどうだったんだろうね。俺プレイしてないから何とも言えないんだけど、あちらに関しては。あ、そういえばあれは言ってたかな、ージが。結構短い、キングダムハーツは3。結構短いよっていうふうには聞いたけど。隠し要素が少ないんだった。そうだそうだ。ダウンロードコンテンツで大量に追加されたみたいだけど。ただそれも焼き増しっていうか、あのー、 もともとあるべきだったもの、例えば、あのー、キングダムハーツ2に倒したことあに、あ、そうだ、そうだの、インターナショナルバンカーに倒したかつことがあるボスたちと再戦できるでで、そのボスたちがさらに強くなってるっていうモードが、モードというか場所があるんだけどで、それを倒すともちろんね、いいアイテムが入手できたりするんだね。で、それが、キングダムハーツ3、最近発売されたダウンロードコンテンツで、その機能が追加されて、まあ、 ボスたちの強化版、アンリミテッド版と戦うことができるようになったんだけど、それは元々のバージョンにあっても良かったかなっていう気はした。見ると。やっぱりそれをコメントしてる人が多かった。ダウンロードコンテンツで実際に追加されたものは結構少ない。なんかファン的には胸が熱くなる展開のシーンや戦闘などもあるんだけど、 他のキャラクター使えたりとかね、本編では本当は使えなかったキャラクターをただ、もともと本編にあった場所で別キャラクターで対戦できたり操作できたりとかあとは先ほど言ったように、もともといたボスキャラの強いバージョンで戦えるだけっていうのが多かったみたい私がムービー見た感じだとやっぱりそれ以外ももちろんあるみたいだけどやばいここ高すぎる、はい、いける登れるいけるいける。 そこら辺気になるよね他にもいろいろ追加すればいいのにねそんな言われるほどあれなのか強くなったボスと再戦できるのは斬新だあれかスト,ーンストーンオーシャンじゃないスターオーシャン3あれね再戦できること自体がダメなのではなくて 強くなったボスとあれねダウンロードコンテンツでそれを入れたのが俺はダメだと思うもともとあればよかったそこら辺ですかね私はあの強くなったボス実はファイナルミックスかの方のキングダムハウスをすごい好きなんですよあれなんか本当はこういう風に作りたかったんだぜっていうのが分かったのであの単純に2の方だとねキングダムハウス2の方だと強くなるのではなくて技が変化があるのですごく面白かった 今流行のダウンロードコンテンツ商法ですなですなですななのであのー、本当にそこら辺はうんやり方があるよねあのダウンロードコンテンツでね私が嫌いなものがあってあの例えばレストランに行くとするじゃないですかそれでステーキを注文してでステーキを食べた後そうですねデザートを注文するんですよそれがダウンロードコンテンツデザートが でダメなダウンロードコンテンツ商法っていうのはステーキを注文するじゃないですかそのステーキが半分しか来ないんですよ残りの半分が欲しかったら追加で金払えっていうのがダメなダウンロードコンテンツ商法なのでもともとあるべきものを取り除くっていうのがダメたまにそれをやってるメーカーさんあって資金不足なのかなとは思うけどそれをやるとちょっとなーっては俺は思う 本当,本当にそこは良くないと思う。それがダメなダウンロードだと思う。たまにね、あのー、ツイッターとかも見ると、やっぱりダウンロードコンセント何がダメかっていう人を,ことを言っている人がいて、あのー、なんだろう。あ、これ届かないやつだーえー、っとね、たまにダウンロードコンセントがダメって言ってる人はおかしいって言ってる人いるけど、そうじゃないんだ。ものによるんだ。本当に。あのー、 もともとあったものを明らかに切り抜いたようなものがダメっていう話でダウンロードコンテンツ自体は全然俺は大丈夫だと思うんだ例えばウィッチャーのダウンロードコンテンツとか最高だったさあれ本編でよくないこれみたいなだから文字通りの拡張コンテンツだと思ってるそう拡張コンテンツじゃないと俺はダメだと思う拡張じゃなくてもともとあるべきものを補っているのはダメ <laughs> <laughs> エクスパンションじゃんねダウンロードコンテンツ昔はエクスパンションって言ってたけどなので追加で入れたんじゃなくてもともとあるものを抜いたのが俺はダメだと思うね本当にもう一度言うけど別にダウンロードコンテンツがダメってわけじゃないからねそこは勘違いしないでほしいおっとっとっと 本当に今言ってたけど、ウィッチャーのダウンロードコンテンツすごく良かった。あれは素晴らしいね。ゲームの規模が違うけどね。海外も日本も結構最近ダウンロードコンテンツで言われてたのがあれだっけポケモンの過去,過去のポケモンを入れたので散々叩かれていたんだっけ、まあ、元々入れてれば良かったんじゃねえのって言われてたらしいけど、あれはどうなんだろうな。 ポケモンってもともと過去シリーズに出てたのを抜いちゃうからそれで言うとね <laughs> 借りる必要なんだあ Y で貸してくれるんだよかった攻撃する必要ないんだ攻撃してたけどもうすでに俺悪いことしたなポケモンはあれ初代のポケモンとかを追加するダウンロードコンテンツだったの俺よく分からないんだけど 別にそれはそれでいいんじゃないかなーって俺は勝手に思ったんだけどそんなにダメなのかな高いのかな、うん、あ,あこれ駐屯地の中央にあるのか主人公はここはダメだって言ってるんだけど 指揮官を倒す隊長を倒す指揮官いるのか別のやつだな別枠なんだ <laughs> 槍の上にクリーンヒットするところだったあと割と登れてる登れてるじゃない割と気づかれてないんだけどすごいな <laughs> 警備ザルだなおいアサシンズクリードっぽくなってきたぞアサシンズクリードっぽくなってきたぞ こう,だこうしてこうしてこうかなダメかおしおおアサシンズクリードっぽい あと、足りないのがあれだね。間違えて、ジャンプしちゃうこれなんか入れそうだな。空いてるよね、ここ。あとで入ることになるのかなあれはもともと入れる予定はなかったけど、追加で入れた感じがした。なるほど。だってゲームフリークさんがそんな商売するとは思えないし。そう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 。なんで俺もあれ、なんで、なんか言われてたのかなってはちょっと思った。そこらはよくわからん。んー、これどうしよう。 中側から上へ行くしかないのかこれダメだこれジャンプでやっちゃうとまずいことになる物ののついからなんかないか見てるけどこの辺から登れない

あそこなのか最上階一歩手前ねここからだいぶは後でするので。 ふうで、こちら。何かないかちょっと調べる。何もないのか。おな何かある。何かありそうだもんな。なんだこれ。探る。おなんだこれ。ダンスけしょ。宝。やったぜ。 まあなんかあるとは思うよね普通ここね最上階だぞ最上階、はいうん、実績ないのを最も高いところへ登ったとか大体あるんだけどゲーム上の最も高い場所からイーグルダイブしたは大体あるんだけど他の作品だとね細そないのかな、うんうん えーとどこだこ,こか飛びられるかな <laughs> ある飛び降りるところあただ一番下までじゃないんだ <laughs> 飛び降られるところあるこんなところから飛び降りて死なないと思います <laughs> さてお次は ここら辺は全部やったな。本当に全部やった。見てこれ。まだこんなに行ってないところあるんだよ。すごくないこのゲーム。ワクワクするね。本当に行ける場所が多い。そういえば、取得するのに3つとかかかるところも出てくるのか。パッシブこれ。すべての海のダメージが1%属する。このビデオ複数回取得できる。最終的に取るやつだよね、あれ。 道具切るこれか、受け流しを取るか、じゃないと上の方に行けないんだよね。取っとくか、受け流し。ビデオの2つ目の武器を装備することができるように。アタックのプッシュ。弱攻撃の後にアルビナをしてプッシュ攻撃に繋がる。敵を押すことができるのか。高いところから突き飛ばす。着地の瞬間に足を曲げて落下ダメージを流せばいいのでセーフ。間違いない。あれかあれか、バケでなんか教えてたぞ。 ちゃんとしたね、着地方法。あれ、実際にできるの <laughs> さてと。で、オプションどうしようかな。もう一箇所ぐらい行くか。ちょっと待てよ。ここからだと近そうなのか。ギザ、ギザの方行こう。ギザの方行こう。ギザの方行こう。ピラミッド付近だけ行きたい。そこだけ行って、こう今日はさ,さすがに終了しようか。 正直ずっと雑談してたからあんまり眠くはないんだけど <laughs> そういえば今日マキ瀬さんがつぶやいてたし俺も違和感あるんだけど俺それほど配信していないのにやっぱりポイント的に300300 300台じゃんごめん400位をちょっとミルダムで切ったりするんだけど400だよねあれってやっぱりやってる人が少なくなったのかな配信を視聴者はどうなのさらに少ないんじゃない ちょっとそういう風には思ってたんだけど、ステロイドガブ飲みして、高身長になるやつやってみたい。あ <laughs> あるね、あるね。あの人、関節とかも伸ばしたからやばいんでしょ確か。高身長には私もなりたいな。190ぐらい欲しいね。<laughs> 190メートル <laughs>。まあ、冗談はともかく。その、先ほどね、ミルダムのランキング、ほんと気になるね。 あれ、そんな、俺、400どころかなんか1000番台とか普通に行くと思ったんだよね。そういう、そういうレベルだと思った。あピラミッドの上だ、イエーイ。ピラミッド、ピラミッド。ピラミッド、ピラミッド。ピラミッドが最高難易度の難所になってたりとかしないのこのゲーム。あれなんか、なんか飛んでる これ弓戦争でもしてんの風風これあれ報酬権限持ちが外産なので何とも言えない単に公式購入配信者になった可能性もあるただアプリのレビューが桜っぽいのが多い気がしたあそっか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  アプリのレビューはでもあれじゃないあの牧瀬さんがつぶやいてたのが一番合ってると思うんだけどあのやっぱ記事とか,か書いた時期もそうだったし牧瀬さんがよく言ったりとかしてるもそうだけど基本的にはよろしくないですからね今作 <laughs> この,作こ,の,こ,のこの作のアプ,アプリの方に力を入れてるけどアプリの方もダメだしまず<う>ちょっと待ってこれどうやって登るのはいあ 普通に登れない系だこれ内側から登るどうやって登るんだこのピラミッド、うんうん、登り方がさっぱり分からんこれ多分この上まで行っても登れないぞ 捕まるところが何箇所かあるこれ難しいこっちかこれでいいのかな途中で登れなさそうになるんだけど割れ目がないように見える裂け目だ裂け目割れ目がないとちょっと卑猥だないけるかこれ成分入ってそう よし。違う、そうじゃない、そうじゃない。うん、よし。この左、あここから登れそうな感じこう。こういうことか。クライミングアクション。登る方のクライミング。おいっき登れた。このまま登れそうかな。 もとは、もとといえば、あの、バットマンとかもそうだけど、バットマンシリーズね。あの、こういうパールクール系のやつって、やっぱりアサシンズクリードが初めてなのかな、やったの。バットマンにもあるんですよ。厳密にはね。タイプ同じなので、ゲーム自体の、あっとゲーム自体のタイプが同じなので、びっくりしたびっくりしたゃ。バットマンとアサシンズクリード初代が大体同じぐらいの時期だってような気がするんだよね。 ただやっぱりこうやってちゃんと登ったりとかするのはアサシンズ・クリードかな。バットマンもあるけどここまでじゃない戦闘のシステムが昔はバットマンとアサシンズ・クリードそっくりだったしね。あの Y でカウンターをする。プレイステーションのコントローラーでいうと三角ボタンか。押してカウンターをするんだけどトゥームレイダーは、トゥームレイダーはだいぶ後ですね。トゥームレイダーはだいぶ後です。初代トゥームレイダーとかはまた全然違うので。 あリメイクじゃない本、トゥームレーダーだよね。プレイステーションのとか。このタイプの、あこういう動きをする系だと、バットマンと、あの、アサシンズ・クリードが多分一番最初だったと思う。で、ちょっと後に、あれが出たんですよ。えー、っとね、ロード・オブ・ザ・リング・シャドウ・オブ・モルドルシャドウ・モルドルか。シャドウ・モルドルだよね。の方が出て、あれがやっぱり同じタイプのアクションだった。 トゥームレーダーもこういう登るところあるよねやっぱりあれも今作とかバットマンとかを見たのかなっていう感じだったあでもねトゥームレーダーより前によく考えるとアンチャーテッドがあるリメイク版だと,とだアンチャーテッドが多分このなんだろうあのトゥームレーダーと同じようなタイプであの銃を撃ったりとかするこういうパールクライミングがあるのだと 多分最初かなその後トゥームレーダーリメイク版ね。だとは思うんだ。ファイオンファイオンメゾゲイオス C、グレートグリーン C、ここら辺はなんかいけるにマークはあるんだけど探索はできないってことかなああ、一回でも出ればマップが埋まるかなおそらくだけど。クエスト超大量に出てるよね。 パイク取られた瞬間のサビ声を聞いて調査する。これ、これね。超出てる。えー、っとね、行ったところで全くクエストをこなしてないし <laughs>、しょうがないとは思う。最近殺してですね、ヘビーのところに行こうとしてるんだけど、まだ位置を特定していない。レイラってなんだあ、レイラってあれか、主人公か。あのー、この、この中に入っている、アニムス内に入っている人ね。 シナイ半島とオーケーの谷、45レベルと40レベルからか。まだまだ先ですな。アレクサンドリア、シワ。シワとアレクサンドリアはなんか重要なところだからなのかな。なんか行けるようになっているよね。アヌビスの試練、進行中。アイスの感情センサーカフカ。神の試練でボスを倒してアヌビスの装備セットアイテム受け取ろう。装備セットアイテムを全て集めると、限定のアヌビスの衣装をアンロックできる。うーん、いいねいいね。こちらもなんかあるね。 これダウンロードコンテンツかな何々の試練っていうのは。あの、ちょうどやるとして。神様に送りしもの。サイトクエストレベル23。ここら辺もちょっとところどころあるよね。えっ、ー、と、まクリセット。アイコン一覧。うん、うん。このマーク何なんだ復讐クエスト。あ、復讐クエストか。あれか、オンラインでやってるからか。誰か死んだ人だよね。アヌビスの影、スカラベの影、ファラオの呪い、警備兵。強力なやつ、 ヒッポドローム、ヒッポドローム、うんいや、いろいろとやることがあるので、これ、アイコン全表示、マイフォト、写真の表示、フレンドのみ、未完了の場所、こういうことね、いろいろとまあやっていきましょう。さて、といったところで終了したいかな、パークルーといえばスパイダーマンの方のスパイダーマンがスチームに来ないかと思ってる、おお、いいね、いいね。 あれが来て欲しいんだけど PS4 データ。でもあれは PS4 限定かなやっぱり。ぜひ次回でまた雑談しようぜ。ということで今日はここら辺で終了したいかと思います。これどうしような。明日も雑談してからこちらやるか。動画的にはね、あの雑談するんだったらこうやって、まあ回る。<laughs> 残りのマップアンロックするぜになるけど。 4時間たっぷり雑談可能だよ。さて、ちょっとこっちやろうかな。で、メタルギアはテープ回しもやらないといけないしね。こちらでいいか。<laughs> ということで、しばらくちょっとこちらの方も進行したいと思います。で皆さんご視聴ありがとうございました。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。ライブ配信などの情報は Twitter の方に流しているので、ぜひチェックしてみてください。もしよければ高評価の方もよろしくお願いいたします。アーカイブで見てくれている方は動画下記の概要欄の方に各種リンクを取り揃えているので、 チェックしてみてください。今回の、今作のね、配信をしている、ライブ配信をしているページのリンクも貼っているので、ぜひ遊びに来てください。ぜひ雑談にね、生で参加してください。ではまた次回でお会いしましょう。ほびドアでした。お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。